調べた学校で山さんの授業は一番長いし、そして安いし、うん、それに岡崎は日本の真ん中にいるから、まあ、便利だと思いました。山さんは留学の時間は自分で選べます。今年は2回目、2年前も山さで勉強しました。2ヶ月ぐらい。1回目です。すごく面白い授業で、いろいろなことについて話して、うん、先生と他の学生たちの意見を聞くことができるから、すごく面白いし楽しいと思います。ちゃんと計画を立てて、教えるのがとてもいいことだと思います。8時間勉強してたくさん言葉を覚えて、まあ、ちょっと全部文は最初は多分単語だけ、そう、まあ、後でだんだん喋ってきた。そう、はい、参加しました。いろいろな体験、三味線とか和太鼓とか、あとこれで何、人形作るとか畳作るとか、これ本当に面白かった、はい、自分でそばを作る場所に行きました。ベトナムのクラスメイト、ベトナム人のクラスメイトと一緒に行きました。楽しかった。うん、できますよ、問題なし。学校の授業は9時から2時半まで。その後でちょっと授業終わって、友達と一緒に岡崎の方でちょっと散歩して、帰ったら多分6時かな。6時ちょっと自分のなんかドラマ見たり、ご飯食べたり。8時からまた勉強復習します。全部で8時間。まあいつも違いますけど、少しだけ勉強してそして、まあ、ツアーに参加して、ツアーがあれば、そのツアー、山さんのツアーに参加して、そして、まあ、買い物とか名古屋に行きます。とってもいい街だと思います。例えば、まあ、静かなところが好きな人には勧めますよね。静かだし、そんなに田舎じゃないんだから、本当にいいんだと思います。その、田舎と都会のバランスがよくできていると思います。岡崎も、嫌なものが楽しいです。よく言ってる。岡崎のイオモールシネマ館、まあ、落ち着いた街ですけど、まあ、活気もある街と言えますね、はい、大好きな思い出は、シンガポールから友達と岡崎をぶるぶる散歩していました。温泉に行きました。イオンモールでクリスマスプレゼントを買いました。まあ、山さんの思い出は全部いい思い出です。本当に山さんで過ごした時間が大好きから、はい、いい思い出全部はい、良いところは、まあ、毎日4時間、5時間は勉強できるので、それはとても、まあ、利点って言えます。
あとは先生も、みんなプロフェッショナルで、ちゃんと計画を立てて、教えるのがとてもいいことだと思っています。先生は優しいし、いろんな国から来た人もいますので、そのヤマサ実際はもう文化体験になるんだと思いますね。それが本当に良いところだと思います。本当はヤマサとても楽しかった、びっくりしました。だから、ぜひもう一度ここに勉強したい。もう一度ヤマサで勉強したいです。前は日本語全然話しませんでした。でも今は日本語なかなか上手になりました。はい、ヤマサはとても良かったのでまた来たいです。